ワルター・ヘンドル・ワルター・ヘンドルは、アメリカ合衆国の指揮者、作曲家、ピアニスト。ヤッシャハイフェッツのお気に入りの指揮者として知られている。ニュージャージー州ウェスト・ニューヨークに生まれ、フィラデルフィアのカーティス音楽院で、フリッツ・ライナーに支持した。1939年から1941年まで、ニューヨークシティのサラ・ローレンス・カレッジで教弁を取り、 1941年から1942年まで、セルゲイ・クルセビツキーの下で、バークシャー・ミュージック・センターのピアニストや指揮者を務めた。1945年に、ニューヨーク・フィルハーモニー公共楽団の準指揮者に就任。1949年から1958年まで、ダラス公共楽団の音楽監督に就任した。シンフォニー・オブ・ジエアの指揮者としても活躍し、 同オーケストラが1955年に東アジア巡業を行った際にも指揮者に迎えられている。1972年に病気のために退任するまで1953年から20年間にわたってチャトカ公共楽団の音楽監督を務めた。1958年にフリッツ・ライナーからシカゴ公共楽団の準指揮者に任命され、1963年まで その地位にあった。同時期の1959年から1963年まで、ラビニア音楽祭の初代芸術監督にも就任している。1964年にシカゴ公共楽団を退任し、同年から1972年までニューヨーク州ロチェスターのイーストマン音楽学校の校長に就任するとともに、 ロチェスターフィルハーモニー管弦楽団の芸術顧問と非常勤指揮者も兼任した。1976年にはペンシルベニア州のエリーフィルハーモニックの音楽監督に就任している。1990年にはエリーのマーシーハーストカレッジの教授に就任した。2007年にペンシルベニア州エリー郡ハーバークリークタウンシップにおいて心臓発作と肺病のために他界した。 ヘンドルは合わせ上手な指揮者として知られ、ヤッシャハイ・フェッツやヘンリク・シェディング、エリック・フリードマンとの共演によるバイオリン競争曲の録音やバンク・ライバーニやゲイリー・グラフマンとの共演によるピアノ競争曲の録音はベストセラーに輝いている。一方で同時代の音楽の擁護者としても知られ、1947年にはピーター・メニンの公共曲第3番を ニューヨークフィルハーモニー交響楽団で初演を指揮しており、1949年には、ボスラフ・マルティヌーのピアノ競奏曲第3番を、ルドルフ・フィルクシュニーの独奏とダラス交響楽団との共演によって初演している。また、1954年には、アルド・パリゾの独奏と、ニューヨークフィルハーモニー交響楽団との共演で、エトル・ビライ・コール・ロボスのチェロ競奏曲2番の初演を、 1965年にはイーストマン音楽学校の学生を起用してカワレフスキーのレクイエムの米国初演を指揮した。作曲家としては様々な劇不図音楽を手掛けているほか、還元落葉の編曲を残した。ありがとうございます。